はい、こんにちは、こんばんは。今日はライブで米津玄師にやってほしいっていうか、もう何回かやってるんだけど、曲、僕の中でやってほしい曲の一つをやりたいと思います。バカみたいな夢を笑わないで聞いてほしい。日が暮れる前に話しておきたい。君みたいに優しくなりたいだけ。祈る声は激しく、あと少しだけ。心の底から触れ合う前に、君と繋がっていたいだけ。泣きつくるだけじゃ何もないとわかったから、傷つけたことを謝りに行こう。いつまでも近くにいてほしいだけ。さよならが言えなくて恐ろしいだけ。溢れる光に手が震えたって、君となら強くなれだけ。君みたいに優しくなりたいだけ。祈る声は激しく、あと少しだけ。心の底から触れ合うまで、君と繋がっていたいだけ。怯えてばかりで恥ずかしくなるよ。そこから見ててね、大丈夫、ありがとう。まあ、ごめんねという曲なんですけど、まあ、
前回のライブではやったかな、ちょっと僕の今記憶にないので、この動画見てください。あのライブの過去のライブの振り返りを出してますので、ぜひ見てください。でこの動画では何が言いたいかっていうと、僕も等しく皆さんと一緒でそうなんですけど、まあね、ツイッターとかを見ていると、米津玄師界隈の中ではこの3文字が出始めてるんですけど、この米不足っていうこの3文字が出始めてまして、米不足、皆さんわかります？この米津玄師があまりにもこう表面的な活動をしないから、みんなに見える活動をしないから、これ早く何かしてほしいよっていう、そういう気持ちがもう前面に出ちゃってる時に、よくねツイッターとかでつぶやかれるね、3文字なんですけどね。まあ僕もそうです。で、米津玄師が出てこない米不足により、モチベーションも下がりつつ、で適当な動画を、適当っていうか、まあね、まああれはあれで一生懸命出したんですけど、あのこの間ラジオ休みますよっていう10秒ぐらいの動画出したじゃないですか。あれ出したら登録者がなんか8人とか9人10人ぐらい減りました。まああれはしょうがないなと思ってるんで、ある程度しょうがないとは思ってるんですけど、いやさすがにあれで10人も減るとは思わなかったねっていうまあただとは言いつつ、まあなんだかんだそういうのもね、もう何回も僕起きてるんですよ。去年のこの時期なんか特にそうで、僕が動画投稿しなくなるんですよ。なんかだいたい10、11月、12月ってね、年末秋ぐらいぐらいから年末にかけて僕の投稿頻度が急激に落ちるんですよ。去年もそうだったんですけど、夏ぐらいまででうわーって投稿本数上がってきてて、ほんでもうこのままいけば年内なんか400本ぐらい動画作れるんじゃないかっていうペースだったのが、急にガクンって落ちて365だから年1日1ペースの動画すら、間に合わないみたいな状況になってたんですよ。で、まあ今年もそうなりそうな兆しは十二分にあって、それは週3投稿にしますとか言い始めたのがもうまさにそうなんですけど、週3投稿すらままならないかもしれないっていう、状況に今陥ってます。っていうのは、まあネタ不足っていうのもあるし、まあそれ以上に僕のモチベーション不足、やる気不足っていうところがあって、こればっかりやっぱりこう、ね、維持していくのが難しいわけですから、自分の気持ちだから。だから YouTuber 専業でやってる人とかっていうのは、毎日毎日自分の気持ちをこう奮い立たせて、一生懸命ね、リアクションを取ったりとかってして動画を作るわけですから、もうあれは本当にすごい人たちなんだなっていう、本当に。だから自分の今日気分が落ちてるから仕事をそんなに集中できないなとかってできないじゃん、あれって。もう自分の、出した動画っていうのが全てなわけだから、それが評価されなかったらもうそのままそれが明らかにこう出るじゃん、数字としてっていうのがあるから、もうめちゃくちゃ大変な仕事だなって僕は、なんとなく思いました。で僕はなんで今日ごめんねをやったかっていうと、あんまり投稿できてないっていうのと、僕のモチベーション下がってて、ちょっと皆さんにこう、まあ、心配させてしまってごめんねっていう気持ちを、米津玄師の曲を借りて皆さんに伝えたつもりでした。ありがとうございました。はい、でまあ長々喋ってきたんですけど、何を言いたいかっていうと、ちょっと、動画側が週3投稿で間に合わなくなるかもしれないので、もしね、今日水曜日なのに動画上がんないんだけどみたいな、今週の土日なんか動画1本しか上がってないんだけどみたいなことがあっても、ちょっとね、多めに見てもらえると嬉しいです。はい、とは言いつつ、まあせっかくそういう風に自分で決めたのでね、まあ花からね、もう疲れたからやだとかサボっちゃおうとかそういうことではなくてね、まあできる限り何かしらを上げていこうと思うので、それから30秒ぐらいのショート動画になるのか、10分いつも通り10分喋ってる動画になるのか、ライブ配信なのか、それともこうラジオで20分喋ってるのかっていうのはちょっとわからないですけど、なんだか何かしらの活動はしていきますので、そこはご安心ください。で前回のラジオはここには貼っときますけど、の時はその1週間1回目と2回目の間に来たコメントを全部読むだけで20分ぐらいになっちゃったんですよ。本当ありがたいことに、だから次のラジオは本当どうしようかなとすごく、まだ悩んでいるんですけど、コメントを読むだけだとやっぱり面白くないかもしれないから、何かしらトークテーマ決めた方がいいのかなみたいなことを考えてます。
最後撮るの忘れてました、ごめんなさい。ここまで聞いてくれて見てくれてありがとうございました。よければ、いいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。下の方にコメント欄ですね、書いてもらえると、いつも読んでます、励みになってます。皆さんいつもありがとうございます。じゃあそんな形で突然ではありますが終わろうと思います。次回と次々回の動画は一応まあ用意はしてるので、ちょっと待っていただけたら嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。また明日。